はい、では今日の給食です。はい、白いご飯、そしてお味噌汁で、今日のおかずは、はい、鮭の照り焼きです。そして鮭の照り焼きにはこれ枝豆がねついてます。でこちらの和え物はきのこと野菜のソテーになってます。はい、でデザートはこちら手作りマスカットゼリーです。はい、ではいただきます。今日はあれですね、和食和食の定食ね、素晴らしい、本当にね、美味しそう。いただきます。うん、美味しい。今日のお味噌汁には里芋と長ネギが入ってます。うん、すごい、里芋がねゴロゴロ入ってますよ。うん、美味しい。うん、美味しか、美味しい美味しい。昨日もね、あのけんちんうどんで、けんちんうどんの中にもたくさん入ってたんですけど、美味しいですよね、とろーんとしてね。はい、じゃあこちらがきのこと野菜のソテーです。ベーコンも入ってて、しいたけとかいろんな、えのきとかも入ってるかな。すごい、なんか洋風な感じですね。バター風味がして、ソテーだからね、ソテー。うん、あのご飯が進む味で美味しいです。あれ、こっちだ。美味しいね。なんかきのこもとろんとろんっていう感じで、味がよく染みてて、なんか今日はなんかポロポロ落としちゃう、ごめんなさい、はい、じゃあ鮭の照り焼きいきます。はい、すごいこれね、照りがすごい、照りが乗ってて美味しそうです。いただきます。うん、おいしい。おいしい。あ、なんかちょっとお醤油とみりんの味がすごい香ばしい感じで、うん、やっぱりあのお魚の 中ではね、なんかやっぱり鮭が一番好きかなでもこれからね、サンマも美味しい時期ですよね。サンマの塩焼きとかね、ほんと美味しい。うん、来週かな、幼稚園でもサンマパーティーあるんです、年長さんと一緒にサンマを一匹食べるんですよ。すごくちゃんとこう骨の取り方とかも、あの給食の先生が教えてくれて、年長さんこう一匹丸ごと食べるんです。楽しみです。サンマね、塩焼き美味しいですよね。うん、うんうんうん、おいしい。うん、あのお魚私も苦手で、生のお刺身とか食べれないんですけど、幼稚園の給食食べるようになってから、この焼き魚とかは食べるようになりましたすごい、給食のねパワーってね、すごいですね。うん、おいしい。なんか
いろんなこうベーコンとかキノコとかお野菜のこう出汁がすごい出てて、とってもいいお味。バター風味でね。すごいご飯がね進む味ですよ。今日は保育部でミニ運動会があったんです。小さい子たちの運動会お家の人もね来てくれたんですけどね、すごい楽しかったです。みんなニコニコで玉入れやったりとか楽しかった。あれ、はい、じゃあ枝豆いきます。枝豆食べるとね、私もホールに行って一生懸命ね応援したので今日お腹が空きました。もりもり食べ、いつも早いんだけどなおさら早くなって、美味しい。和食ってね本当にいいですよね。ほんと、もりもり食べれちゃう。はい、じゃあ今日は手作りのマスカットゼリーです。ね、チェリーもいつも美味しいからペロリと食べちゃう。あ、冷たくて美味しい。さっぱり。美味しい。マスカットゼリー。食べるのがね、すごく早いからね。本当に。ペロリと。はい。はい。では。ご飯もお味噌汁もそれから鮭の照り焼きもきのこと野菜のソテーもマスカットゼリーも全部完食です。美味しかったです。今日もごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。